昭和48年生まれ、1973年生まれ世代は、はい、もう黄金世代だったわけじゃないですか。そのやっぱ同級生たちがすごい活躍してるっていうのはプレッシャーありました？プレッシャーというか、なんか最初だから入った時にはもうイチロー君だったり、やっぱガッツもそうだし、うん、やっぱジョニーだったりノリとか、もう先にみんな活躍してたので、うん、なんかもう負けたくないじゃなくて、早くそのスタートラインに立ちたいっていうのがすごく正直ありました。うん、特にガッツとはやっぱ同じ社会人でやってたのもあったし、まあ、そこで彼が先にもうブレイクしていってたんで、やっぱ彼が行くっていうところではすごく、少しじゃないな、焦りはありましたね。だってそうそうたるメンバーですよね。いや、めちゃくちゃやばいですよ、48年。